ソユーズ TM-20 がミールの下部にドッキングしている。1995年の STS-63 においてディスカバリーより撮影。ミールを訪れた宇宙船乗員の一覧ではロシアの宇宙ステーションミールを訪れた宇宙船と宇宙飛行士の一覧を示す。無人の宇宙船についてはミールへの無人宇宙飛行の一覧を参照。 長期滞在者は名前を太字で表した。また、ドッキング期間はあくまで宇宙船に関する時間であり、場合によっては飛行士の滞在時間とは異なる。ミールのコアモジュールは1986年2月19日に打ち上げられた。ミールはその後軌動場で組み立てられ、短い期間のみ訪問する飛行士が長期間滞在の飛行士と同程度に存在した。 ミールを訪れた多くの飛行士は打ち上げ時と帰還時に異なる宇宙船を使用した。最初の例はアレクサンドル・ビクトレンコとムハンマド・ファーリスで1987年7月22日打ち上げのソユーズ TM-3 で宇宙に上がりソユーズ TM-2 で1987年7月30日に地球に帰還した。ミールに同時に滞在した最大の人数は6人で、 ある。その最初のケースは1988年11月26日のソユーズ TM-7 打ち上げ時で約3週間継続した。ミールは大気圏再突入し解体された2001年3月23日まで存在した。ありがとうございます。